を参加してしまいました。悔いだけは残らないように精一杯を尽くされて、吉田さんと島田さんの胸を真っ赤にして応援します。よろしくお願いします。北爪が憧れ
第3試合、北爪秀俊引退試合、レフェリー橋本義之。Yeah!
¡Vamos!
ってしまった北詰め。もう一度輝くことができるか。ふわふわガールのナミさんから花束を
北爪秀俊が憧れ続けた男、島田博史より花束の贈呈です。引退に際しまして、北爪秀俊より皆様にメッセージです。ありがとうございました。ありがとうございました。明日からは、プロレスラーではなくて、プロレス始める前のプロレス少年に戻って、各会場に遊びに行こうと思いますので、ぜひ自分の姿を見かけた方は気軽に声をかけていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。1979年8月10日群馬県みどり市に誕生。幼少期からプロレスが大好きで、プロレスラーになる夢を諦めきれず、34歳でイーグルプロレスに入門。2014年12月にプレデビュー、翌年2015年12月27日対ひろや戦にて念願のプロデビューを果たす。その後2019年にイーグルプロレスを退団。 WWS プロレスやマジックボックスの所属を経て2022年フリーとなり活動。リバース DDT、 ドラゴンスクール、そしてドロップキックなどを得意とし、多数の試合を行ってきた。そんな北爪秀俊の姿を私たちは忘れない。身長168センチ、体重74キロ。北爪秀俊、ここに引退。